リカです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ここに並べているこの品々、実は全て100円ということでセリアでゲットしてきました。で、その私がゲットした商品とか普段使ってる100円のグッズを皆さんに紹介したいと思います。すごいんですよ最近の100円ショップ。だいたい100円ショップに行くと、もうキャンプグッズコーナーがある。で、そこにだいたい揃ってるんですけど、じゃあまずどんどん紹介していきたいと思います。まず私がいつも使ってるし、もう本当にいろんな YouTuber のキャンプ YouTuber の方だったりキャンパーの方みんな使ってると思います。シェラカップ、じゃーん、シェラカップ、これなんですけど、しかもね網もあるの、シェラ網でこれは重ねて収納できるっていうのがもうすごいよくて、私もこのシェラカップ2個買ったんですけど、重ねて収納ができます。で、これもちょっと一緒に買ってみたんですけど、めっちゃ良かった。これは蓋にもなるし、まな板としてちょっとここでねちょっとだけ切ったりとかもできるっていう、まあソーサーみたいにもなるし、とっても便利でした。フィット感が気持ちいいし、なんで蓋があるといいかって、やっぱ虫が入らなかったりとか、木から落ちてくるなんかクズみたいなのが一切入らないので、すごいいいなと思いました。この蓋をしてなかった時、私はここにアボカドディップソースみたいなの作ってたんですけど、セミがこの中にダイブしちゃって、バチャ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 ってこうなって、本当になんかアボカドが泡立つくらいになっちゃった時があって、本当に蓋しておけばよかったと思ったので、皆さんももしよかったら、これと一緒に多分蓋が売ってたら、買ったらいいんじゃないかなと思います。それと普段使ってるシリーズでいうと、こちらのまな板、これはセリアじゃないダイソーかな、 100円だったんですけど、このまな板はめちゃくちゃ便利で、ここがカーブしてここに水切り網みたいになってて、だからやっぱキャンプ場って平らとは限らないから、こう何ていうの、切った野菜が落ちていったりコロコロ転がっていったりするんですけど、こっち側にしておけば野菜が転がっても落ちないっていう、めちゃめちゃ優れもので、しかもここで水が出てきたらここでチャ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 って水切れるみたいな、めちゃめちゃ便利でした。買ってよかったって思った。もうずっと欲しくてやっと買えたっていうニューグッズたちを紹介したいと思います。お皿類も買ってみました。そしてセリアはこのなんか柄が入っててめっちゃ可愛い、ちょっとカントリーみたいな、カントリーウエスタンのデザインで、すごい可愛いなって思いました。なんて書いてあるんだろう、ランバージャックウッドランドだって、なんかよくわかんないけどまあなんかキャンプっぽいなんかロゴが入ってて可愛いです。このちょっとオーバルな形のやつとかも、これだとこう隙間にシュッて入るので、めっちゃ形もお気に入りです。こっちはタレとかちょっとした小皿にちょうどいいかなって感じです。これも買ったんだけど、これはなんと取っ手がついてるの、しかも可動式。キャンプグッズいろいろね、ギアとか買ってると、この可動ってすごい萌えポイントだなと思っててうまく収納しやすくなってると本当に嬉しいなと思います。これも何かシンデレラフィットしそうな予感。これで綺麗に収納できます。そしてこれですね、もう定番だと思いますけど、卵ケース。卵が割れる心配もないし、家からちょっとだけ持ってくるってこともできて、これゲットできて嬉しいです。あとはこれ、ティッシュのケース。これさ、ティッシュさ、中のこの普通に買ったらさ、あんまり可愛くないんですよね、このこういうプラのやつが可愛くないから、これに入れたら他のものとも馴染んで可愛いし、ボタンもついてるし、ここに引っ掛けるところもあるので使いやすくなったらいいなって思って買いました。あとはほうき、
ミニホウキこんな風に虫を避けるのにも使えます。ミニホウキを買ったのは朝起きたらテントにめちゃめちゃクモの巣が張ってるってことがすごい多発して、あ、もう林間サイトには絶対ホウキが必要なんだって思ったのでホウキをついにゲットしました。そしてこれずっと欲しかったやつ、大きなプレートとかもそのままボーンってここに入って蓋っていうか閉めることもできるっていうね、だから虫が入らないし洗い物の時にめちゃめちゃ便利なバッグをゲットしました。これ本当に欲しかったし、これなんかブランドの買おうとするとめちゃめちゃ高いんですよ。これが100円で手に入ったっていうのめっちゃ嬉しいなって。セリアは本当にキャンプグッズめちゃめちゃ充実しててすごい、こういうのまであるの嬉しいなって。蓋がついてるのすごくない？洗えるんだよ、洗って繰り返し使えるので、おそらくちょっとベトベトしたやつとかもここに放り込みたいと思います。じゃあラスト、これこの麻の袋、ビニールの袋が写真にね映ったりとか映像に映ったりした時にちょっとなんかなえるので、この中にビニールを入れてこうやって置いといたらいいかなと思って、ゴミ袋ソロキャンプの時にこれ使えるなって思ってます。ここで閉じることもできるので机にね引っ掛けることもできるし便利だなと思って買いました。もともとこれ野菜入れなのでいろんな使い方ができるかなって思います。はい、ということでざっと紹介しましたが、皆さんなんかお気に入りのものとか気になるものありましたか？私的にも本当一押しはこれですねこれ本当に便利だから買ってよかったって思ったもの。あ、あともう一個最後にこれ買ってみたんだけど、これ何だと思いますか？わかるかな？わかった人すごいかも。これはちょっとこちらに来てください。これと一緒に使います。なんとここのくぼみをですね、この椅子の斜めの X になっているところにはめることができるんです。そしたらここにいろんな小物が置けちゃうんです。1キロまで耐えられるということで、飲み物とか携帯とか椅子のここに置けるっていうめちゃめちゃ優れもの。内側に隠すこともできるので、ここに携帯スポンって入れれるみたいな、やばくない？いやこれめちゃめちゃ便利グッズだと思います。100円だよみんな、すごいね100均。今日は私が100円で買って感動したグッズたちを紹介しました。参考にしてね。みんなグッドボタン、チャンネル登録、あとはコメントもお待ちしてます。またねー、また来週。